山梨県の山中湖では今年もコブハクチョウのヒナが生まれました。山中湖ではおよそ50羽のコブハクチョウが暮らしていて、今週初めに2羽のヒナが誕生しました。今年は卵が生まれた春先に寒い日が続いたことや、昼と夜の温度の差が大きかったため、例年に比べて孵化するヒナの数は少ないということです。親鳥の後をついて歩いたり、湖を泳ぐ姿が見られ、見物客らは愛くるしい姿を写真に収めていました。